はい、速稼塾の久保です。今日は5月20日深夜3時になりますけども、なんでこんな深夜にね FX の相場解説を撮影するかと言いますと、そうなんですよ、もうねうまくいったんですよ。というのが、おとといですね、バイコールが見えてきたっていうタイトルでお届けしましたように、一点の仮説に絞ったわけですよね、私はね。その後で、まあ、第2仮説も昨日作ったわけなんですけども、一点に絞った仮説でどういうふうなことを言ったかっていうと、まずね、108円の855で警戒して下がっていってますからね。下がっていってるのを855で警戒して、635で倍のポジションを取るというふうに、おとといのバイコールの動画でね、お話しました。で、1日待って、まだね、深夜、ずっと見ていまして、ついに来たぞということなんですよね。そこでエントリーをかましたわけですよ。で、この辺をお伝えしたくって、今回動画を撮ってるんですよね。まずは、今日は変則的なんですけども、4時間の動画からご覧いただきましょうかね。4時間の方に切り替えます。どうぞ。はい、4時間を見てください。私がお話したのは、ダブルボトムのヒゲ先があるでしょ。で、警戒すべきは、108円の855ですから、このあたりで警戒ラインですね。ちょっと赤で引きましょうかね。855ですから、このあたりが警戒ラインです。ね。このあたりで警戒して、で、実際にエントリーするのは635ですから、このあたりになりますよね。635で倍に入るよってことだったんで、かなり良かったでしょ？エントリーした瞬間、多少ですね、下の方に潜りましたけども、ヒゲをつけて、ちょっと黒で描きますね。ヒゲをつけてぐーっと上に引き伸ばされて、短時間のうちに、それこそね、これね、4時間ですから、5、6時間のうちに109円台の206まで引き上げてくれたわけですよ。ですんで、ここでイグジットですね。というのが、ヒゲがここにありますから、ここまでは伸びないだろうということなんですよ。ね。ということで、だいぶ今回も取れましたよ。635からね、入ってますからね。だからまあ50ピップス、ちょっとということになります。イグジットしました。で、整理するとですね、ダブルボトムがあって、ここにゾーンがありましたという話をしましたよね。まあ、ですんでね、今回ね、このヒゲのダブルボトムに気づいたところが大きかったなと思いますね、ここ。ということで、他の時間軸見てみますよ。1時間見てみましょうか。1時間を見ると、こういうふうにね、まさにね、635が本当にいいポイントだったと思います。635。ここで入ったわけですからね、私ね。で、ちょっとして、転換が起きたわけですよ。倍から、セルの方に、セルからバイの方に変わったわけです。この V。V トレンドを作りましたよね。ずっと下がってきて、振りをつけて、ぐっと下に行って、上にパンと跳ねたとこみたいな。で、今この瞬間、ここにいるってことですよね。これが1時間です。じゃあ全体の1日足をちょっと整理してみますよ。1日足で私がお話したのは、ここが転換になって、トレンドはこういうふうに向かっていくってことだったんですよね。だから、倍の方に入るということだったんですよ。で、これが、私の筋書き通りだったら、なんか、紆余曲折しながらね、またこの辺まで上がってくるんじゃないかな、というふうに思ってるんですよね。これはだからもうちょっと見ないとわかりません。瞬間的な倍の風には乗ることができました。でも、先週から私苦戦してますように、1週間こらえて、やっとね、50ピップスなんで、売り上げとしてはちょっとね、悪いんですよ。ね。だって営業日数10日で50ピップスってことは1日5ピップスが取れてないっていう割り算になりますからね。まあコンスタントにね20ピップスぐらいだったらいいんですけどもね、5ピップスとかじゃあね、というところあります。まあでも取れてよかったよかったですよね。かなり難しいポイントだったと思いますんで、私みたいにね深夜まで起きてないとなかなかこれは取れなかったと思います。で、予約をかけるほどでもないんで、結構じりじりとチャートをね見ちゃ寝て、見ちゃ食事して、見ちゃなんか他のことしてみたいな感じだったですね。いや、今回はなんとか取りました。ただちょっと時間かかりすぎですね。まあ1週間ほど見て、やっと50数十ピップスが取れたかなというところでございます。それではね、まだ夜明けまで3時間ほどあるかと思いますけども、まあ、今日も用心深く見ながら、
まあ、追加の動画するかもしれないですね。はい、じゃあ楽しみにお待ちください。深夜までじりじりと見ていた方は撮れたと思います。で、私が一昨日バイ航路で見えたという形で855で警戒して635でバイに入るよって言ったのをそのまま実践された方はかなり撮れてると思います。以上です。